はい、エビちゃん、皆さんいつもご視聴ありがとうございます。ということで、今回は今話題になっているアクセラレートの、長いの選手についてまとめてきましたので、よければ見ていってください。で、まず、アクセラレートって何ぞやっていう人もいるので、知ってる方はここ飛ばしちゃってください。で、アクセラレートっていうのが、今回ね、FIFA 23が、から PS5 限定で、加速のね、タイプが、爆発、長い、普通で3つで分けられていて、ちょっとバグでね、爆発がすごい弱いというか遅いんですよね。加速が全然しないっていうところで、なんかその今長いの選手がめちゃくちゃ加速ができるっていうことで、ペース関係なしに。で、今注目されてるような流れになります。で、長いっていうのが、一応パワーが65以上、パワー引くアジリティが14。加速が55以上、身長が174センチ以上っていう選手が、かなり速いっていうことで話題になってます。で、まあ、ハーランドとかヌニエスとか、まあ、本当にでかくて速いような、選手をイメージしていただければなとは思います。で、今回ね、サイドバック、あとは中盤、前線でまとめましたので、よければね、見ていってもらえればいいかなとは思います。はい、ってことでね、早速やっていきたいんですけど、今回はね、一応サイドバックから紹介して、中盤、前線と紹介していきたいと思います。もうね、どういう、強いとか弱いとか、ほんとざっくりとした説明でしていきたいと思ってるので、そこだけはご了承ください。あとセンターバックの選手に関しては、ほとんどの選手が長いになるので、今回省略させていただきます。じゃあ早速ね、紹介していきたいと思います。はい、まず早速ね、ベンフィカのバーを紹介してみたいと思います。で、長いか普通かどうかってここでわかります。ここを、レングシーっていう表記に書いてあげると長いになります。で、この選手はアーキテクトですね。アーキテクトをつけてやることによってレングシーになります。で、能力見ていくとね、やっぱペースしっかりありますし、守備値とかはちょっと不安ですけど、まあビジョンも75超えますし、まあコスパとしては非常に優秀な選手になるかなとは思うので、結構おすすめです。次はルークショーですね。ルークショーは、アンカーもしくは、アンカーですね。アンカーか、アーキテクトつけてあげるとなりますね。他のセンチネルとかでもなるかな。まあ、アーキテクトかアンカーですね。で、アンカーつけてあげ、まあ、アンカーがおすすめだと思います。まあ、最初のやっぱ結局長いにしても、ここのスプリントスピードっていうのは重要になってくるので、結局、アンカーつけれるんだったらアンカーがいいかなと思います。で、守備値もしっかりありますし、あとはもうビジョンとかもありますし、逆足に以外は非常に優秀なコスパになるんじゃないかなとは思ってます。で、ライプツィヒの左サイドバックのラウムですね。この選手もコスパとしてはすごい優秀。ペースがもともとある選手は優秀ですね。で、この選手もアーキテクトをつけてあげることによって、レングシーになります。ビジョンも85を超えますし、守備値がちょっと不安なんですけど、まあコスパとしては優秀だと思います。はい、次がね、デューンフリースですね。この選手かなり強いと思います。最初からね、レングシーっていうのがめちゃくちゃ優秀ですね。で、つけるのはまあ、シャドウがいいとは思いますが、ただちょっとビジョンがね、視野がかなり低いんで、まあパワーハウスとかつけてあげて、ビジョン最低限にしてあげてもいいですし、何でもいいと思います。守備戦にしてアンカーとかシャドウにしてもいいし、最初からやっぱレングシーの選手はかなり優秀だと思います。この選手かなり強いと思うんで、一回ちょっと使ってみたいですね。次がゴセンスですね。まあ、ゴセンスはちょっと全体的にバランスがいいっていう感じになりますね。で、この選手も、まあ、アーキテクトをつけてあげると、長いになりますね。ビジョンがね、ちょっとかなり低いんで、ちょっとそこが、不安なところではありますね。パワーハウスとかつけちゃうとできないんで、アーキテクト一択にはなるんですけど、そこが不安かな。まあ、あとあれか、アンカーでもできないんで、アーキテクト一択ですね。なので、このビジョンが低いんですけど、全体的にバランスは取れてると思うので、コスパとしては優秀かなとは思います。次がリース・ジェームスになりますね。で、この選手ね、アンカーつけてあげるといけるんですよね。なので、ウォーカーとかなり似たタイプにはなるんですけど、ウォーカーよりもドリブルとかがね、しやすい部分があるんで、サイドバックを上げる人とかはおすすめだと思います。てか、かなり強いっすね、これ。レングシーでこの能力あれば十分やれると思うんで、ウォーカーよりもワンチャン強いんじゃないって個人的に思ってるので、自分ウォーカー買ったんですけど、ちょっとやっぱ足元がね、微妙な部分があるんで、リース・ジェームスもちょっと試してみたいなとは思ってます。次がメンディになりますね。メンディ自分使って長いにしたんですけど、かなり強いですね。アーキテクトつけてあげると、長いになります。かなり強いです。速さがまず長いにすると違ってくるんで、ドリブルで持った時の縦への推進力段違いなんで、メンディはかなりおすすめですね。4号ですし、ほんと序盤のメタ選手になるかなとは思います。次がテオですね。テオに関しては、まあかなり強いんですけど、これも長いにできるということで、かなり優秀ですね。アーキテクトかな。アーキテクトをつけてあげると、長いになります。めちゃくちゃ強いね。これだけ見ると。
本当にこの選手も一回使ってみたい選手の一人になるので、まあ、この選手もメタの一角になるかなとは思ってます。はい、で最後のサイドバックの紹介なんですけど、ウォーカーですね。最初からレングシーです。そりゃ強いわっていうことで、相手にいるとマジで抜けないですね、この選手は。やっぱりビジョンの低さとね、アジバラがちょっと低いんでドリブル重いんですけど、まあシャドウとかアンカーつけてあげてね、もう守備線にしてあげてもいいし、本当にデュンフリースと同じような能力がしてるので、まあそんな感じで使ってあげればいいんじゃないかなとは思います。守備だったらマジでウォーカー強いと思います。続いてはね、中盤の選手紹介していきたいと思います。はい、まず中盤は最初は、マテウス・ヌネスですね。この選手もアーキテクトつけてあげることによって、レングシーになりますね。まあペース最初からしっかりねあるのがいいですし、まあ守備値も最低限の守備力はあると思うので、普通にやれると思いますね。 3-3 っていうのが気になりますが、普通にもうこの選手が4000円って考えるとかなりコスパはいいんじゃないかなとは思ってます。次はマクケニーですね。この選手もめちゃくちゃ優秀だと思いますね。アンカーつけてあげてねできるんで、ほんと守備力かなり高いと思いますね。もちろん、パワーハウスでもいいかな、センチネルとかでもいけないな、アンカーかアーキテクトですねに、で使ってあげるといいと思います。まあパスとか考えるならアーキテクトですし、守備考えならアンカーっていうことで、めちゃくちゃ優秀。マジでこの選手が4000円とか安すぎますね。めちゃくちゃ強いと思います。次がザカリアですね。やっぱプレミアなのでちょっと値段は張るんですけど、この選手も最初からレングシーですね。でまあアーキテクトとか何でもいいですね。この選手はシャドウとかつけてあげてもいいですし、アンカーつけてあげてもいいですし、パスとか気になるんだったらエンジンとかでもいけるんで、エンジンとかでもいいですし、まあ本当ここは自由ですね。この選手もまあかなり最初強いと思うので、重さは気になるとは思うんですけど、かなり優秀な選手かなとは思ってます。次はフォファナですね。この選手もかなり優秀だと思います。レングシーですし、もう最初からレングシーなんでね、シャドウとかつけてあげていいですし、かなり優秀。ほんとなんか言うことないですね。スタミナも94あるし、2万円っていうの安いですね。レナトとかが結構高いですけど、それに匹敵するぐらいなんか存在感は出してくれるんじゃないかなと思います。44っていうのもね、かなり優秀な一つ、だと思いますね。次が、ライスですね。本当にこういうタイプが輝けるっていうのがいいですね、マジで。最初からレングシーなんでね、シャドウとかつけてあげてペース上げてもいいですし、まあパスうまくするためにパワーハウスとかでもいいですし、アンカーとかでもいいですし、自由ですね、ほんとこの選手も。本当にペースが遅くてもね、みんな強い強い言ってるんで、長いの選手が。本当にこういうペースが遅くて使えないっていう選手が使えるのはかなりいいですね。ただアジリティとかなり低いんで、ちょっと苦戦する可能性はありますね。重いと思います、かなり。続いてポグバですね。この選手も元からレングシーなんで、いろんな選択肢を作ることができます。エンジンつこかつけてあげて、エンジンつけちゃうと、アンカー、長いになくなっちゃうんで、まあ、アンカーとかシャドウとかつけてあげるのが一番無難だと思います。守備とかちょっと気にしちゃうとあれなんで、まあ、攻撃的にホークとかね、ハンターとかつけてあげても、まあ、いいんじゃないかなとは思ってます。次ミリサビですね。この選手ももともとレングシーになります。まあ、この選手もポグバと一緒ですね。まあ、4号なんでちょっとそこは変わってくるんですけど、スタミナとかがしっかりすごいあるのがいいところですし、多分重さはちょっと出ちゃうとは思うんで、そこを改善するために、まあ、エンジンとかつけてあげてもいいと思いますし、まあ、ホークとか、ちょっと攻撃的に行くんだったら、まあ、何でもいいと思います。ハンターとかでもいいですし、シャドウでもいいですし、まあ、シャドウが一番いいかな、守備力上がるんで。この選手もね、重いなんですけど、かなり強い。てか、重いって言っちゃうんだよね、俺長いじゃなくて。癖だわ、癖。すみません。次はゴレツカですね。個人的にめちゃくちゃ強いと思ってます。使いたいです。ノイアーと合わせるだけで、もう使ってあげたいなって気になってます。で、この選手がアンカーつけてあげるとね、このような感じでレングシーになります。やばいです、能力。本当にこれ強いと思いますね。正直今考えてます、ゴレツカ入れること。ってぐらいちょっと魅力しかない選手で、もしこの、仕様が変わらないんだったら、メタ中のメタになると思ってます。それぐらいやばい能力してると思うので、ちょっと一回使ってみてはってぐらいのおすすめの選手の一人になります。次はファビーニョです。ファビーニョもね、やっぱりしっかり守備意識とかあるんで、かなり強いんじゃないかなとは思ってます。まあ、シャドウとかつけてあげてね、もう守備線にしてあげるのでもいいし、まあ、パワーとかちょっと足りないならアンカーとかつけてあげてもいいですし、まあ、どっちかっすね。まあ、今だったらやっぱシャドウが一番いいかとは思うんですけど、ちょっと逆足が2なのがね、ちょっと気になるんですけどね、それ以外はほんとかなり優秀な能力してるんじゃないかなとは思ってます。次がカゼミロですね。なんかもう僕の周りのプロの人がカゼミロ強い強い言ってます。
このペースなんですけど、最強最強言ってるぐらいみんな使ってますってぐらい強いみたいです。このペースでも、だから本当に長いがどれだけ強いかが分かりますよね。シャドウつけてあげてもいいですし、アンカー、まあシャドウかな、シャドウでつけてあげて守備戦にしてあげるのがいいと思うんですけど、能力だけだったら本当ピカイチですね。アジバラが低いんでね、そこのドリブルのとこだけ気にしてあげればいいんじゃないかなと思ってます。かなり強いみたいです。ということで最後がデブライネです。でこのデブライネに関しては諸説あります。自分スカバトでアーキテクトつけてあげたら、このフットビン上だとね、アーキテクトつけるとレングシーになるんですけど、実際あの試合で使ってみた表記としては控えめだったんですよね。だから実際なってるかわかんないです。で実際使ってみてもうわかんないです、正直。だからゲームの表記が変わってるのか、よくわかんないです、正直。特殊の選手はなんかレングシーにしても変わらないみたいな感じらしいので、まあ、そこはちょっとバグだと思うので、まあもうちょっと使ってみてアーキテクトつけて、あ、これ長いだなっていう検証をしないとちょっとわかんないので、デブに関してはちょっとわからないっていう形になると思うんですけど、まあもし長いになってたとしたらめっちゃ強いと思います。おすすめです。じゃあお待ちかねの前線を紹介したいと思います。トラオレですね。やばいっすね、この選手。ほんと長いのために生まれてきたみたいな感じの能力してます。ここはね、アーキテクトかマークスマンをつけると、長いになります。まあ、前線のストライカー起用で使うならマークスマンなんですけど、まあ、ちょっと決定力とかないんでね、やっぱウィングでゴリゴリにサイドアタッカー起用がいいと思うので、アーキテクトでパス上げるのがいいと思います。なんかマジで早いらしい、というか早かったんで自分使った時に、おすすめのスパサブでもいい。まあ、スパサブだと長いにならないんであれなんですけど、まあ、本当にサイドアタッカーとして序盤のコスパ要因になるんじゃないかなと思ってます。次はイニャキですね。この選手も、まあ、逆足が2なの気になりますが、アーキテクトつけてあげると長いになります。もうちょっぱやだと思いますね、この選手も。めちゃくちゃ早いと思うんで、まあ、本当序盤のコスパとしては1600コインなんでめっちゃ安いと思いますし、超有能だと思います。使ってみたい。次はザニオーロですね。個人的推しです。はい。個人的に今回のコスパ要因としてはかなり推しです。で、4-3 ですし、この選手ね、マークスマンつけれるんですよね。アーキテクトじゃなくて。マークスマンつけるとレングシーになります。マークスマンつけると、フィニッシュ能力とドリブル能力とパワーが上がるんで、ほんと優秀だと思いますね。これが750円ってありえないだろうぐらいの値段してると思うので、コスパとしてはかなり優秀だと思います。最初のスピードも86あるんで、何回も言いますが、優秀です。次、ダルウィン・ヌニェスですね。まあ値段が物語ってますね。なぜ強いか。この選手はフォークですね。フォークをつけてあげると、レングシーになります。もちろんアーキテクトでもいいんですけど、まあフォークがおすすめです。まあこれだけスピードがもともとあって、シュートも上手でパワーもあれば、そりゃ今の仕様で強いなってなりますよね。まあ、本当に強い選手だし、相手にいるとすごい嫌なんで、おすすめの選手の一人になるかなとは思ってます。次はイブラですね。ちょっとイブラはね、わかんないです、正直。これだけペースが遅いと、そもそも長いにしても意味ないんじゃないかなっていうところが僕は正直思ってるので、まあスキル5と、逆足4っていうここが有能なんで、一応今回紹介します。スタミナが全然ないんでね、ほんとここは、うんって感じなんで、ちょっと軽くね、イブラ好きなんで紹介してるだけと思ってください。で、まあ普通にハンターで、使ってあげるのがいいかなとは思います。次がオシメーンですね。1100円。めちゃくちゃ安いですね。3-4ですし、この選手もアーキテクトつけてあげるとレングシーになります。もともとのスプリントスピードが93あるのがめちゃくちゃ優秀ですね。決定力も80あるし、最初の、コスパ要因としてはかなり優秀だと思います。ほんとセリエはレングシーのコスパの選手が多いんで、組むとしたらこの辺りの選手組むのがいいんじゃないかなと思ってます。続いてはブラホービッチですね。この選手も、もともとレングシーなのがめちゃくちゃ優秀ですね。で、ハンターつけてあげると、ハンターつけてあげて使うのがいいかなと思います。ちょっとアジバラがかなり、あれ、低いんでね、かなり重さはあると思うんですけど、一応まあレングシーの選手なんで、今回紹介しました。続いてがね、デパイになりますね。まあ、3万円なんで、まあコスパにはなるかな。ちょっと高いぐらいにはなるかと思うんですけど、まあ5-3ですし、優秀だとは思います。でこの選手がアーキテクトつけてあげると、レングシーになります。で、逆足後で、このスプリントスピードが84ある選手ってなかなかいないですし、まあ、パスもめちゃくちゃうまいし、かなり優秀な選手になるんじゃないかなとは思いますね。このあたりの選手、ほんと使ってみたいなって思いますね。はい。で、続いては、ルカクになりますね。この選手、俺、もう、セリエのハーランだと思ってます。
ハーランぐらい強いんじゃないかなって個人的には思っていて、もともとレングシーですし、ハンターつけてあげるとスプリントスピード94になるし、決定力も高いし、かなり優秀ですね。これだけ見ると一回ほんと使ってみて、どれぐらいの速さで走ってくれるのかがかなり楽しみな、というか一回使ってみたい選手になりますね。ハーランが強いんだったら逆足4だし、この選手も注目浴びてみてはっていうのは正直なところですね。で、今回ね、めちゃくちゃ皆さん大好き優秀なハーランドですね。33万、値段がやばいっすね、マジで。まあルカクとかに比べるとアジバラが高いんでね、ちょっとここがやっぱ優秀ですよね。この選手エンジンとかつけちゃうとダメなんで、やっぱり、この選手はホークとか、ハンターとかで使ってあげるのがいいかなと思います。あ、ペース99っていうのやばいですね。重いじゃねえや長いで、シュートも上手いしパワーもあるし、かなり優秀な選手っていうのはわかるんですけど、個人的にはまあスパサブ4位かなとは思ってます。はい、ってことでね、最後はクリスになります。この選手は、アーキテクトつけてあげると長いになりますね。本当に優秀というか、長いにするだけでちょっと軽さは変わりますね。ハンターで使うてはいたんですけど、ハンターよりもなんかロールスクープとかした後の出が速くなるイメージしましたね。ペース自体は遅いんですけど、 かなりやっぱこの選手は、長いにできるんで、まあ、値段もねどんどん上がってるんで、まあ、その長いの影響かなとは思うんですけど、まあ、本当こういう選手をアーキテクトで使われるっていうのがすごいなんか不思議な世界ですけど、なんかマジで面白いっすね、 FIFA23 は。はい、ということでね、いかがだったでしょうか。まあ、今ほんと長いゲー、長いゲーって FIFA23 言われてますけど、まあ、正直ね、長い選手使っても、やっぱ重い選手になってくるので、長いイコール。ウォーカーとか自分使ってみたんですけど、やっぱりちょっと重いなって感じる部分があるので、ほんと好みは分かれると思います。で、前線の選手も、こう、裏抜けができなくてスペースがない場合とかに、重い部分もあるので、そういったところはほんと好みによると思います。強いとは思うんですけど、まあ、別に長いが全てじゃないぞっていうことだけは言いたかったです。まあ、あとはあれですね、長いが今値段高騰してるんで、ハーランとかがアップで入っちゃった場合、長いがそんな早くなくなりましたよってなった場合に、かなりで値段落ちるんじゃないかなっていう部分があるので、そういった危険性もあることも踏まえて、選手を買ってみたらいいんじゃないかなとは思ってます。ってことで今回は以上になります。良ければね、今後も FIFA23 の動画出していきたいと思ってますので、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。